はい、皆様こんにちは、加用麻里乃でございます。今日はですね、今大炎上中のジャニーズ事務所についてね、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、司法書士の私がですね、ジャニーズ事務所の、東京謄本をですね、入手いたしましてですね、ちょっとこれを、まあ、見ていきたいなと思います。会見ではですね、まあ、今現在のですね、代表者である藤島ジュリー景子さんがですね、あんなに前面に出てきたことにまずびっくりいたしましたけれども、出てこられて代表取締役を、辞任するということをおっしゃっていました。で、それから1日経った今日ですね、どうなっているかと思いましてですね、登記を取得してみたところ、すで、に登記が取れる状態になっていたんですけれども、ごめんなさい、すでにじゃなくてですね、登記が取れる状態になっていまして、まあ、見たら変更履歴がまだありませんので、まだ変更の登記申請なんかはされていないという状況です。まあね、結構ですね、分かれます。結構ね、企業で不祥事があって代表者がですね、辞任いたしますっていうで、まあ会見なんかをして、興味本位でね、その会社の登記を取ったりとかしてみることあるんですけど、もうその会見最中というかね、会見終わって発表された直後には登記が入ってて登記も取れないっていうね、会社とですね、しばらく経っても登記が変更されてない、まあ、日大のなんかね、時とか結構見ましたけれども、1週間に経ってもね、待てど暮らすと登記変更が入らないとか、そういうこととか、二極化しますね。本当にすぐに入るところとすぐに入らない企業とっていうところで、まあ、ジャニーズ事務所はね、今まだ現在ではそのままですということです。で、じゃあどういうですね、状態になっているかって言いますと、役員がですね、とにかくめちゃくちゃ多いです。今現在の登記上の代表取締役は藤島ジュリー景子さんと、あと白波さんという方2名がですね、代表者というふうになっております。はい。で、ただ白波さんという方は今年の1月1日から入ってきているのかな、ということですね。結構この人がキーパーソンだというような話も聞いたことあります。取締役はですね、原藤さん、山下さん、中野さん、中村さんという方になっていて、まあ、この方、原藤さんという方は映画プロデューサー、山下さんという方は東京なんかのマネージャーを務めていた方ですね。中野さん、中村さんという方は多分、中の方ですね、ジャニー事務所の中の方だと思います。その他にもですね、重岡由美子さんという方が入っていて、これフジテレビのですね、プロデューサーだったか、それから中井徳太郎さん、これは元環境、事務次官ということでね、かなりの大物です。そして、白井さん、日ハムのコーチ、藤井先生、これ藤井真理先生ですね、弁護士ということです。で、またですね、監査役が、2名、登記されてまして、大坪さん、駒田さんという方でして、この方はですね、いずれも税理士であり、麻布署長であったということでね、もう地元をですね、しっかりがっつりとですね、抑えている状況ですね。かなり、不足ない役員構成になっているかなと思っております。で、まあ、こういう状態なんですけれども、今後はですね、新体制になるということで、役員がね、どれくらい入れ替わっていくのかっていうのも、注目していきたいなというふうに思います。で、あとはその他、まあ、ちょっと特徴的だなと思ったのは、ジャニーズ事務所ですね、設立は昭和50年1月23日設立なんですけれども、事業目的はですね、まあ、アーティストの育成、それからアーティストの、出演業務とかね、そういうなんていうんですか、アーティストってことだと思うんですけど、アーティストというふうにね、書いてありまして、まあ、昔ながらの表現だなっていうところですね。ビルディングとかね、そういうことだと思うんですけれども、こういう感じで書いてあります。で、発行可能株式総数は80万株、発行済み数は20万株、資本金は1000万円ということになっています。監査役に関しては会計限定監査役になってますね。監査役の監査の範囲は会計に関するものに限定するという定めが、ございます。あとは、まあ、そのぐらいですかね。変わったことといえばその程度、登記簿から見える変わったことってはそこまでないですけれども、もともと役員だった方とかもね、結構登記されてて、それこそ、ね、滝沢秀明さんとかもね、登記されてますね。令和元年9月27日就任、令和4年10月31日辞任というような感じで、ね、
はい、であとそうあのすごいね珍しいというか当たり前なんですけれども、あの登記この会社ですね、取締役の任期が、2年になっているんですよ。まあ、令和元年に役員が入ってですね、就任日は令和3年なんですけれども、相当ですね、まあ、企業、まあ、大企業ですから当然ですけれども、ガバナンスといいますか、まあ、しっかりしてるなっていう感じがしますけどね、しっかりと任期もね、きっちり、管理してきっちり登記申請日もね、これ実は登記も出るんですけれども、就任されたらね、就任されたその日に登記がね申請されてたりとか、辞任したら辞任してね、9月4日例えばですね、藤島、メリーさんですね、もともとやっていらっしゃったメリーさんに関しては9月4日辞任したらね、9月4日中にね登記が申請されていたりとか、結構ですね変更事項があったその日にですねしっかりと変更登記が、平成ね10年から記録ありますけれども、入れられてるってことで、結構ね珍しいと思います。結構上場会社でもですね登記形態じゃないですけれども、法律上はですね変更あった日から2週間以内に登記しなさいみたいなね、要請があるんですけれども、なんかなかなかそれをね守れる会社って少ないんですよ。それは意図的じゃなくて、やっぱりですね、取締役会議事録の捺印の状況であったりとか、司法書士に依頼して郵送して、お願いしたりとかするまでの時間でどうしても2週間超えてしまうことって多々あります。で、まあ、社内でやればねもちろんそれはいいんですけれども、ただ当然役員はね社内だけにいるわけじゃないですから、外部にもいりますからね、そういうのもあって、で実際ね登記遅れること多いんですけど、まあ当然2週間超えてね1日でも超えたから過料を処せられるってことは本当なくて、実務上はやっぱり1年とか2年放置しない限りはなかなか過料はないんですけれども、やっぱ法律上はの問題だけでいうと2週間以内に登記しなさいっていうところでね、律儀にしっかりね、守って登記されてるっていうのがね、なんか司法書士として、これだけね、しっかり登記されている会社を見るとねしっかりしてるなっていう風にね、そういう観点ではですよ、見てしまいますけれども、まあちょっとその登記の話はまあそれとしてですね、まあなかなか会見もねすごい会見だなと思いました。まあ、それと同時に難しいですよね。藤島さんはですね、自分のおじいがやらかしたことをですね、当然まあ社長なので矢面に立って、謝罪とかしていかなければいけない立場ですけれども、なかなかどうしようもできない立場にもあるのかなっていうね、気はしております。そうですね、まあ、あとはやっぱアーティストの方もなかなかね、かわいそうだなっていう、藤島さんもおっしゃってましたけど、もちろんね実力、多大なる努力をしてですね今の地位を勝ち取った、スターも当然中にはいるわけですからね、そういった方がもう応援されないっていうような状況になってしまうのは非常にかわいそうだなと思いましたけれども、あとはジャニーズ事務所ジャニーズという名前を残すってことに関しては、私もね皆さんがおっしゃってる通りそれはちょっとありえない選択なんじゃないかなというふうには考えています。世界的に見たらですね、幼い子に対する性加害、こういったことをやり続けたですね人が、作った会社それを残し続けるっていうのはそれは少しちょっと許されないんじゃないかなと思ってはしまいますよね。日本にいるから別にそれ、まあ、問題だよねって言われてもそこまでなんか問題意識いかないですけど、でもなかなか世界的に見るとね相当厳しいんじゃないかなと思いまして、これ名前変えない限りね再出発厳しいんじゃないかとちょっと思いましたけれども、まあ、いずれにしましてもですね、今回は登記解説ということで、終わりにさせていただきます。ということで、今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。